ギリギリかな。おい、見ろよ、あの二人。あれって確か。おい、こっちだよ。おっす、神崎。よし。5分前、セーフ。ん？小野田は？まだ来てないよ。あの、なんでしょう。なんだか小野田くんもたくましくなったね。時間だ。やな。さて行くか。本日のメインイベント、こっから先は地獄。人呼んで。小野田、よく頑張った。はい。正直、俺はお前がこの合宿をクリアできるとは思ってなかった。だから小野田、お前は。おい、金城。学連から電話だぞ。大会について伝えたいことがあるってよ。そうか。ごめん、マナミ君。頑張ってみたけど、いけなかったよ。インターハイ。こら、スカシー！セッション！実にいい天気ですね。こんな日に授業なんてナンセンスです。どうですか？自転車にでも乗ってきては。これはキャプテンからの預かり物です。これ、僕が着ていいんですか？何ぼーっとしてるっしょ。あ、俺、早く着替えて練習だぞ。これが俺の考える最強メンバーだ。そういや、メンバーに入れたそうだな、小野田坂道。はい。うん、いいと思うぜ、お前の考え。おい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 、田所さん。何やってる、小野田。抜かれたら張り付く、それが今日の練習のルールだぜ。ジャージももらえてメンバーになれて、マナミ君、今泉君、鳴子君と一緒に走れるって最初は嬉しかったけど、でもおかしいな。ホイールを元に戻してもらったし、疲れも抜けたはずなのに力が入らない。大丈夫か、あいつフラフラだぞ。エネルギー切れたか。小野田君、前や、前見て。大丈夫か、小野田。すみません、今日は調子が悪くて。お前が辛くなったら俺たちがいる。俺たちが辛そうになったらお前が全力で助けろ。はい、僕の全力を出せばいいんだ。なんで鳴子の隣なんだ。たまたまなんや、しゃあないやろ。つか誰の手すか、これくっさいんですけど。意外と似合ってるっしょ、それ。そうですか。まもなく F 組のトーナメント決勝が始まります。西駐車場に集合するようにと先生からの伝言です。どっちが上がってきても構わない。強い方が走る、それが箱学のルールだ。すっごい大事な試合なんだよ、今から。あの、だから話してくんない、院長。それではただいまより F 組決勝、インターハイメンバー6人目、最後の一枠をかけた決勝戦を行います。スタート。上り区間に入った。すでに黒田は見えない。差は1分2分くらいか。あの、マナミ君は今レース中です。レース？何の？インターハイの出場メンバーを選ぶレースです。この勝負ギリギリだな。楽しい、これだからロードは楽しい。たまらずマナミ下がったぞ。どうする、マナミ。どうやって追い抜く？すみません、多分次の直線で抜きます。なんだ、心理戦か。させるかよ。マナ、読んだのか。お前は自然の力さえ味方につけてペダルを回すのか。今日6人目のメンバーが決まりました。はっきり言って箱学史上最強です。音が高級や。すごいね、すごいね。音は普通だろ。ま、上がれ。ただし勝手にエナモンいじったら死刑だぞ。死刑？え？あ、はい。ところで、集まって資料のビデオを見るって何のですか？こういうやつならうちにもあるんで。走ってる！レースだ。何のレースや！北田選手苦しそうですね。
そうですね。俺たちはインターハイでそっくり同じコースのこの箱根の山道を自転車で登るんだ。道は古いし幅も広くね、視界も悪いから状況も分かりづらい。敵の数は箱学含めて約20個、1校6人のチームだから。あのみんなで全力を出せば大丈夫ですよね。ダメだ、全力使い切らねえように走らなきゃなんねえ。ペースを間違えたり頑張りすぎたりすると落車して大怪我する。エースのあいつを今年こそ一番でゴールさせねえとな。